はい、どうも、こんにちは、フーガです。今回はドラゴンボール Z バトルオブ Z をやっていきたいと思います。このゲームはですね、バンダイでしたっけ、バンダイさんから発売された、ドラゴンボールの、ゲームです。今回は、まだ発売されておりませんので、体験版をやっていきたいと思います。はい、まあドラゴンボールって言ったらもうプレイステーション2から全然やってないですね。まあさっき見た通り結構グラフィックが良くなってますよね。やっぱプレ2と比べるとだいぶ進化してるなって。これは何かな元気玉、わかんないな。飛ばしましょう。わかんないのは飛ばす。まあ体験版なので、まあ結構タイトル画面も随分変わりましたね。もうはいはいはい。ミッション、はい、待って、わかんねえ。こうか、何でもいい、行こう。どういうこと、キャラクターを選択するには先にミッション、え、どういうこと、どういうことだ。あ、これね、これね。はい、先にミッション、待って、ちょっとよくわかんない。なん、怖い怖い怖い。まああんまいいですけど、やりましょう。とにかくやりたいんだ。よし、じゃあやっていきましょう。だいぶなんかキャラグラフィックも変わりましたね。なんかボーダーレッズを思い出してしまった。なんかそんな感じしません？ちょっとアメリカンチックになった感じっていうか、綺麗だな。結構綺麗綺麗、アニメ感がすごい出てる。いいね。バトルスタート。おお、すげえ、こんな自由に歩き回れるんだ。なんか動き可愛くなりましたか。押してる状態、四角もたばすんですけど、通常ダッシュで、これでまあ通常移動、まず四角で、まあこんな感じ。このキャラグラフィックはちょっと気持ち悪いですね。好きじゃないな、あんまり。個人的には好きじゃない。なるほど。ほうほうほう。変わりましたね。システムも全体的に変わったんだな。こっちか。遅くないですか？普通ですかね。サイバーマンか。いやー、ロックオンすることができる。なるほど、ロックオンね、すごいね。なんか変わりましたね、だいぶ。オリアー、あれね、間違いない。だいぶ変わりましたね。よいしょ。だいぶ変わったな、これは。あ、まあでも個人的には前の 3D の方が良かったかな。これはちょっと気持ちが悪いな。あー、ゾーンね。なんでこんなとこに栽培マンがいるのか全くわかんない。ストーリーが全然説明されてねえから。ほら、オーバーキー。よいしょ、よいしょ。いいね。よいしょ。
攻撃ボタンこれで同情しよう。お、すげえ、なんかすげえすげえすげえ、コマンド的なやつか。カメカメハ、こうだね。すごいすごい、なんかちょっとよく操作わかんないけどだいぶ変わりましたね。スーパーサイヤ人ですか。相手もだいぶ攻撃するようになってきましたね。太陽系ね。大化けに下打ち、だいぶ変わりましたね。結局悟空はここに何をしに行ったんでしょうか。訓練、まあ最初ですからまあそんな感じでしょうけど、ウィン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 。ちょっと鼻水の音がうるさいって言われたんで。よっしゃ、なんかしなきゃゲット。まあこんな感じですね。はい、カードコレクション、カード手に入れた。だいぶ変わったね。なんかよくわかんないけどいいや。プレイログって、ああ、自分のステータスね。を見れると。ああ、まあそうなんだ。ちょっとこれがよくわかんないな。ミッション。ミッションをどうやって選ぶんだろう。ああ、まあここね、ここね。また栽培マンじゃないですか。うお、クリリン、クリリン、クリリン使えてよ。どういうこと。なんだよ、なんでクリリン出したんだよ、この野郎。まあいいけど。だいぶロードも少ないですね。まあ前はなんか、あれだった、なんか、ロード中にね、キントンを動き回して、あれみたいな。暇つぶしですよ、みたいな感じの。頼むぜ、相棒。ということはクリリン出るのかな、これ。やっぱクリリンだった。やっぱクリリン大だ。そんきれいな頭して、なんで青色なんですかね。まあいいですけど。よしよし、いってドガーン。よっしゃーい。だいぶまあフィールドの動きが自由になってね、まあいいんですけど、それはいいんですけど、まあ前全然違うな。やっぱり前はちょっと格ゲーっぽかったんですけど、こっちはなんかあれだな、なんか大乱闘みたいな。いやスマブラってわけじゃないんですけど、あの大乱闘みたいな感じですよ。まあなんて言うんでしょうかね。なんとも言えないな、これは。ジャンルがわかんねえな。なんか格ゲーとアクションのなんか微妙な境目。そんな感じ。よっしゃそんなし、あの本気で移動することの距離じゃない。まあロックオンが大切ですね、ぐらい。やっぱりクリリン働けよ、このハゲ。すげえ吹っ飛んだんだけど、非常に多くないですか。緑色になった、緑色になった。ドガーン。コーラン大強いですね。タールゲッターで
急に増えすぎだろ、めんどくせえな。よしよしよし。ああ。ちょっとわけがわからん。待て待て待て。あ、ずっと四角押してた。ずっと四角押してた。よいしょ。はい。いや、いいね、いいね、いいね。これでコンボを重ねていくみたいだね。あかっ、おおお、なんだなんだ。結構苦戦してたね。なんだなんだ。お前雑魚か、やっぱり。いや急にそんなこと言われてもね、困るな。よいしょ、やっとボス戦っていうか、そんな感じですね。へへへ、バーグブラギャクリックシンで、あ、これどうやってつなげるんですかね、この後。へへ、痛ぇな、このやろ。なぁ、よしよし。まあ、悟空さんはあれですからね、まあ、お父さんが動画コーナーで地球に、そこはあんま詳しくないんですけど、一応ね、42巻というか全部読んだんですけど、ちょっと待って待って待って、世間、いやー強いな、バータック、ラディッツだ、ラディッツ。バータックが何で出てきた、強い、ダリーダリーダリー。バカバカ、よければよければ、よっしゃー。この後どうやってつなげたいんだろうな、クリリン。お前サポーターにもなってねえぞ。よしよし、この後つなげたいんだろうな。届いてるよ。いやー、いていていて、お前何してんの。結婚しますよ。まあね、ちょっと父はねまた別ですからね。ちょっとあれかな、ラディックの位置が今おかしかったな。まあ、そんな細かいところはこういうので気にしたらまずなんで。いやー、何、ラディッツ強いっすよ、強いな。これ使えるな。いやー、まあ地味に気づいてる方もいるかもしれないですけど、ラディッツさんの顔の方にねちょっと傷がついてるんですね。これこれいいですね。まあ前からあったんですけど、カメカメ、ほら傷がついてる、これちょっといいですね。弱ってるっていうのが見るだけで分かってくるんで。ここ勝つんでしたっけ、ピッコロが来るんでしたよね、確かピッコロさんが。じゃあちょっと時間ないんで、終わらせていただきたいと思います。ドラゴンボールオブ Z、来年でしたっけ、今年、まあ年末発売なので、まあ買ってみてください。はい、冬休み暇の人はね。はい、終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。